ムチーニクロフェローの時田彩です。平木ひろ子です。現在私たちは FIT の大学院グローバルファッションマネジメントプログラムで学んでいます。学校のキャンパスはニューヨークの中心にあり、18ヶ月間のこのコースは競争の激しいファッション業界におけるマネジメント層の育成を目的としたプロフェッショナル向けのプログラムです。授業では世界各国から集まったクラスメートとともに、それぞれのバックグラウンドや国籍の違いを生かし、ファッションとビジネスに欠かせない知識を深めています。クラスはグループワークやディスカッションが中心のため、とてもインタラクティブで非常に活気があります。授業からだけではなく、クラスメートの会話の中から日本以外のファッション業界について教えてもらっています。もちろん異なる部分はあるのですが、同じ業界で働く者の深いつながりを感じています。このコースは講師が PhD 保持者以外にアパレル企業や専門分野で活躍されている方々によって構成されています。ネットワーキングや様々なイベントを通して業界関係者をはじめ、多くの人材を輩出している FIT の OBOG ネットワークに参加できる、イベントも豊富にあります。またニューヨーク、パリ、香港の3大陸で開催される10日間の集中セミナーもあります。先日今年のニューヨークセミナーが終わったばかりなのですが、ゲストスピーカーには例えば国連と世界貿易機構のジョイント機関である国際貿易センターやアディダス、マイケルコースメンズの CEO など30人を超える業界のエグゼクティブを迎え、ファイナンス、新しいテクノロジーやデータ分析、新しい携帯のリテール業など多岐にわたるジャンルについてのお話をお伺いし、非常に学びの多いプレゼンテーションでした。講義の間にはブルックリンのビスポークシューズメーカーやスローファッションメンズブランドのショップ見学、マンハッタンにあり7500以上の最先端の素材を所蔵する関係者向けの素材図書館を訪れる機会などもありました。また今回のセミナーのテーマはソーシャルビジネスで、ネパールの伝統的な手織りを用いたラグジュアリーニットブランドフロムザロードのケーススタディを行いました。セミナーでは香港とパリの提携校のクラスメートとグループに分かれ、最終日には全てのチームがプレゼンテーションを行ったのですが、異なるスキルや経験を持つチームメートのグループワークはとても勉強になり、多くの刺激を受けました。私のチームは日本を担当したのですが、このブランドの商品が日本で需要があり、日本のマーケットに入るべきかから、どのようにしたら成功するかのレコメンデーションを発表しました。この経験と講師の方々のお話を通して、ファッションの世界においての日本の世界の位置をより意識するようになりました。友達ユニクロの皆様、このような環境で学ぶ素晴らしい機会をあげてくださり、どうもありがとうございました。